渡辺舞子です。今回の釣り機構パーフェクトマスター2500シリーズは今をときめく全誘導がテーマです。で、全誘導といえばこの人、ご存知橋本俊明さんを講師としてお迎えしています。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。今日は橋本さんの必殺情報全誘導を詳しく解説していただけるということで大変楽しみにしているんですが、はい、全誘導といえば一言で言うとどういった釣り方なんでしょうか。そうですね、今その釣れないグレを、釣るためにですね、はい、いろんな方がいろんな技を、まあ、独自に試行錯誤でやってるんですけども、まあ、例えばその沈め釣りとか、前走仕掛けとかですね。で、私の全誘導調法というのはですね、浮き止めなしでなるだけその軽い仕掛けですね、まあ、基本的にはガン玉打たないのがまあ本来なにはいいんですけども、そのガン玉打たないとどうしても仕掛けの入りが悪いということで、そのガン玉をなるだけその軽いガン玉で、どこまでもその棚を探っていくというような、感じでですね、とにかく、黒のいる棚がわからないときに、どこまでも、その棚を探っていくというような、仕掛けですね。ですから、まあ、私は勝手に全誘導深瀬調法と呼んでるんですけども、はい、そこにどのようなメリットがあるんでしょうか。最大のメリットはですね、やはりまあ、玄関期水温が下がった時期にですね、そのグレの食いしぶりが激しいですよね、どうしても。で、なおかつ最近のそのグレは、擦れておりまして、なかなかその一匹を釣るのが難しいと。で、そういった場合に浮き止めのない、まあ、軽い仕掛けであれば違和感なくグレが、餌を口にしてくれると、まあ、それが一つのメリットですね。それと、まあ、二つ目のメリットとしまして、その先ほども申しましたように、その深い棚を、探れると。浅い棚からそこまでですね。で、縦のその棚を探りながら、なおかつ潮に乗せて横に仕掛けを流しますので、全体的に斜めにずっとその探っていかれるということですね。この二つがやはり最大のメリットじゃないでしょうか。はい、実際に、はい、釣りをしながら。そうですね、はい、まあ、何はともあれその私の全誘導調法、はい、やってみますので、なんとか一尾のグレをですね、はい、釣ってみますので、はい、まず全体のイメージを掴んでみてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、最強と謳われる橋本流全誘導調法とは一体どんな釣りなのでしょうか。まず全体のイメージを掴むために、仕掛けの投入から一匹の黒を釣るまでの流れをじっくり見ることにしましょう。早速当たったようですよ。結構竿が曲がっています。いい方かもしれません。いい方の苦労でしたね。まあまあですが、しかしまあここにしてはですね、はい、ちょっと型にまだ不満ですね。まだですか。はい、ところで渡辺さん、まあ私その全誘導調法で今やってるんですが、はい、後ろで見てまして、なんとなくイメージはつかめました。そうですね、今まで見てきた釣りと竿の操作がちょっと違うかなっていうのは分かったんですが、まだいまいちコツがつかめないです、ね。ああ、そうですか、はい。その操作が違うと言いますと、まあ、具体的にはどういった、竿の この構え方というかですね。ああ、その違うかな、こう立ててるという、そうですね、うん、まあですね、渡辺さんもこう気がついたでしょうけど、今日風が全くありませんよね。
ということは、まあ、風がないということはもうこの全誘導長法に、はい、もう全くぴったりの条件なんですよ、はい、ですからまあこういう時にはですね、なるだけ穂先を立てて、はい、ラインがですね海面に漂わないようにして、送り込んでいくと、仕掛け全体をですね、はい、そのためにまあこう竿を立てて構えてるんですけども、まあ、これがその状況によって風が強かったりとかですね、はい、あるいは手前のさらしがきつくてラインが取られるような時にはまた状況によって横に持ってきたりとか、穂先を海面すれすれに持ってきたりとかですねやるんですけども、今日はとりあえずもう風がないからですね、はい、やりやすいです。そうですね、うん、でやはりまたこの仕掛けのがどういうふうにこう入っていくかという、そこのところもいろいろ難しいなと思うんですけども、ですね、まあ、その辺のノウハウを今日皆さんに分かっていただければ、はい、いいかなと思ってですね、頑張ってみます。理解できるように、はい、頑張りますので、はい、それでは今からですね、私の全誘導深瀬長法のですね、仕掛けについて説明をしたいと思います。針はですね、一応私の場合は、まあ、軸が太いということで、どうしても針先、まあ、付け柄から先行させて沈めたいという理由でですね、ガマカツの競技グレの4号もしくは5号をメインに使っております。でこれはオキアミカラーが施してありますので、餌取りに北枕が多い時なんかですね、そのこの色の剥げ落ち具合で、あ、北枕が今日はいるなとか少ないなとかですね、大体の目安的な判断はこれでできますですね。でハリスはですね、トヨフロンスーパー LEX、まあ、1.2 号から2号状況に応じてですね、これを使ってます。でその一番全誘導な長法が威力を発揮する玄関機には、長さは竿1本、夏場に向かって水温の上がってきて餌取りが多くなる、グレの活性が高くなる時期はですね、大体2広ぐらいですね。でそれ以上それよりも棚が、浅い場合にはですね、仕掛けを張ってるということで、仕掛けを短くしなくても対応できますので、一応2広ぐらいが、まあ、基本的な長さです。でずっと来ましてですね、これが一番肝心な、浮きの部分ですね、直結です。直結の方法にもいろいろありますが、まあ、自分が一番使い慣れた方法がいいんじゃないかなと思いまして、私は三原式直結で深瀬カラマンボがありましてですね、この約5センチぐらい下にガン玉を、打ったり打たなかったり、打つ場合はそうですね、6号から、まあ、状況に応じて1号ぐらい打ちます。でこのガン玉もですね、このカラマンボとこうぴったりひっついて打った場合にはですね、どうもこの浮きとカラマンボの離れ具合が最初のですね悪いんですよ。この理由は私もはっきりわからないんですが、である程度この5センチぐらい離して打った方のがですね、スムースに最初の仕掛けの落ち込みはできるみたいですね。で今ここにヒゲがついてますが、これは半誘導でやる場合ですね、浮きは当然全誘導斜めです。今これは小をセットしてます。で半誘導でやる場合ですね、手を離してみますけども、スーッと仕掛けが落ちていってここで止まるわけですね、こういう場合に。で魚が引きますと抵抗なくスーッと入っていくと、こういう感じですね。でこれを肝心のその全誘導長法をやる場合には、これを浮き止め、カラマンボウの、すぐ上まで、ずらすことによってですね、こういう感じでずらしてやればもう、フリーの状態ですね、何の抵抗もなく仕掛けはどこまでもこういう感じで落ちていくといったような状態ですね。これが橋本さんの全誘導仕掛けです。とてもシンプルなのが特徴です。橋本さん、全誘導斜め浮きについてもう少し詳しく教えていただけますか？はい、わかりました。私が今手にしているのが現在市販されている全誘導斜め浮きの小ですね。皆さん浮き止めもないのに当たりが出るというのが不思議がられるかと思いますが、そのどこで当たりが出るかといいますとですね、要するに浮きが、まあ、これどんぐり浮きとしましたら、
一番当たりの出やすいのはこういう垂直に海面に対して垂直に立ってますと道糸が来てここを直角で下に落ちますのでこの角度で当たりは出るわけですね。ところがこの角度が今度は90度に近ければ近いほどラインの出が悪くなると、それをいろいろやった結果まあ40度5度ぐらいにこう傾けたのがラインの送り込みもスムースだし当たりも出やすいんじゃないかと。そしてこの間を通る道糸の出ていく時の抵抗によってまた当たりも出ると。ですから穴径があまり大きすぎますと特に食いしぶった時の勘ぐれのわずか20センチぐらいしか抑え込まない当たりは全く出ません。まあ2ミリぐらいであれば状況によっては自分のラインコントロールでその小さな当たりも見逃すことなく出るんじゃないかと。で当初その開発する時のコンセプトとしてですね、まあ私はそのゼロで渋々ぐらいの浮力にしたかったんですが、まあそれでは全誘導入門する方には扱いづらいということで浮力をかなり持たせてやってたんですが、まあ現在に至りましてかなりこれが浸透して皆さん使えるようになったと。で今はですねこういう感じでですねこれは試作ですがゼロ、こっちは00でここにリングをつけたやつをですねまた試してるんですが、これの状況が良ければまたこっちの方をリリースしまして、もっともっと素晴らしい全誘導調法ができるんじゃないかなと思ってます。ではですね実際にどういう具合にして巻きを打ってるかをですね、実調しながら一匹を狙ってみたいと思います。まずですね、刺し絵を先に針にセットしておきますですね。で今日はポイントにはですね全然潮が通してないんですよ。ですからまあ仕掛けを、投入する前にかすかにですね潮は通してないんですが右から左に流れてます。でこの前に少し沈み瀬が出てるもんですからこの右手で食わせようという想定のもとでですね若干右手の方にまず仕掛け投入の前に、4、5杯の巻きを打ちます。でこの中に仕掛け投入ですねちょっと大きめに投げまして、手前に引くと、手前に引いて刺し絵と浮きと大体一直線になるような感じになった時点でまたその周囲にですね、巻きを打ち込みます。でこれで仕掛けを、落とし込みながらなじませていくわけですが、もうあとこのあと追加の巻きを打ってもですねこの今、投入した仕掛けには同調することはまず不可能ですよね。ですからこの後に打つ巻き絵はこの次に投げる、仕掛けのための準備の巻き絵ということでですね常に間断なく、頃合いを見計らって巻き絵を打ち込んでいくわけですね。でここで仕掛けを一旦も餌がないだろうと思いまして巻き上げるわけですが、この場合にもやはり次のための、巻き絵をですねやはり 4、5杯入れておきます。であとは同じことの繰り返しですね。刺し絵を刺したらまず巻き絵、でその巻き絵の先に仕掛けを投入、で手前に引き戻す、この繰り返しです。まあこれが基本ですから状況によってはですね時と場合によってはグレーが見える時もありますから、そういった時にはまた負けの打ち方も
多少、変えてやる必要もあるかと思います。それと一番大切なのは先ほど言ったように、餌取りの状況によってやはり負けも打ち方とかですね、感覚とか、そういったのを変える必要があるかと思います。マキエワークの説明の途中、全誘導斜めが当たりを捉えました。いい感じで竿が曲がっています。どうやら型のいい黒のようです。ところでご存知のように、つけえと巻き絵を合わせて釣るのが深瀬釣りの基本。それは全誘導も同様です。橋本流の巻き絵ワークは、巻き絵を多め多めに打つことによって、どこかでつけえと巻き絵が合うことを狙っています。一見大雑把なようですが、実はこれが最も確実な巻き絵ワークなのです。まだまだですけどね。そうですか、うん。どこら辺のポイントで来たんですか？あのね、はい、そこ、ああ、そうか、渡辺さん変更メガネかけてないから見えないと思うんですが、うっすらと沈みが出てるんですよ、はい、で潮がちょうど右から左に流れ始めてですね、はい、だから右の方に巻き絵を打って、その沈みの先ぐらいで、はい、食わせるような感じですね。ちょっとあり気味に、ええ、その巻き絵がいい具合にこう行ったところでちょうど来たんですね、うん、だから仕掛けを巻き上げる前に巻き絵を打ち、で仕掛けを今度は投げる前に巻き絵を打ち、でまた中間ぐらいで巻き絵を打ち、だから多め多めに巻き絵を打ってですね、どこかでこの挿絵と馴染むような感じで、うん、巻き絵を打ってですね、はい。やっぱり巻き絵というのは特別なものを使ってるんですか？いやいやいや、もう普段の巻き絵と全く、うん、同じですよ、はい、だからオキアミ生に、はい、ジャンボですね、それにマルキョさんの配合餌、はい、もう普段とランダ変わらない、うん、そうですね、はい、はい。皆さん、全誘導の仕掛けと巻き絵については分かりましたか？それではここでもう一つ勉強しておきたいことがあります。それが仕掛けの流し方、つまりラインコントロールです。橋本さん、はい、最初に竿の操作のところで一度ラインコントロールについてお話ししていただいたんですが、はいはい、ここでもう一度基本的なことを詳しく教えていただけますか？ですね、まあ全誘導長法で一番その肝心なことは、巻きワークでも述べたように巻き絵と、付け絵の同調で、それよりももっと重要なのがそのラインコントロール、いかにしてその仕掛けを落とし込んでいくかなんですよね。でラインを張りすぎていれば仕掛けは当然入ってきませんよね、はい、ところが緩めすぎてはハリスはこう水中の中で斜めに張ることができないし、でもし当たりがあっても合わせを入れて遅れることがありますよね、はい、ですからその辺がまあ張りすぎず緩めすぎずというのがまあ一番その難しいところですが、うん、そのところをもう一度実際についながら教えていただけますか？でまあこのですね、慣れてくればこの深瀬カラマンボウのですね、はい、まあこれですけどね、この動きで大体のことが、まあ、察知できるんですけども、ちょっとテレビではですね、見にくいでしょうから、はい、最近よく言われる、まあ、ハリス浮きというのがありますけども、それを一つ使ってですね、おそらくカメラにも映るでしょうから、これグレハリス浮きというんですよ、はい、これをですからこの深瀬カラマンボウの代わりにつけて、
でこれでやれば割と大きいから、ね、見やすいでしょうから、でその近くでちょっとやってみましょうかね。はい、お願いします。はい、それではですね、ラインコントロールの、まあ、基本というか、一般的なですねやり方をちょっと今から説明してみますね。仕掛けを投入しますね。で挿絵が必ず前に、一番先に来るようにですね、引き戻します。でいいですか、今あの風がありません、ほとんど。であったにしてもですね、後ろから吹いてますので、今この状態で、ラインはですね海面にほとんど使ってませんですね。で、グレーハリス行きが今あの全誘導斜めと離れているのが分かりますですよね。でこの時点で、ベールをオープンにしてましてですね、糸をゆっくり出してやるわけですね、こういう感じで。でこの時にグレーハリス行きの、沈むスピードあるいは方向、これをきちんと、見極めることが一番大切ですね。でこれが、グレーハリス浮きがスーッと入りすぎるようであれば、ちょっと、仕掛けの入りが早すぎるということで、コントロールしてやらなければいけません。今なんか餌取りがちょっとかじったみたいですね。で仮にですね、仕掛けが早く落ちるようであれば、一旦、ラインを張って仕掛けをこういう具合にですね、分かりますか、引き戻してグレーハリス浮きと全誘導斜めを、ピッタンコにくっつけるという手もあります。でこのラインをきちんと見ててですね、わずかの風でも右に行ったり左に行ったりしますので、基本的にはつけ、要するに針が一番向こうですね、で浮き穂先、これが一直線になるようなのが、まあ、理想なんですが、なかなか、そういう理想的な条件にはなりませんので、それに近い方でですね、こういう感じで、ラインを海面に漂わさないように、穂先を上げながらゆっくりと道へと送っていくと。おそらく先ほどので餌がないんじゃないかなと思うんですけどね。もう一度やってみますね。で引き戻します。引き戻したらこの状態でベールはオープンのまんまですね。でグレーハリス浮きの動きを見ながら少しずつラインを送り込んでいくわけですね。これがですね、今のところ後ろから風が吹いてますのでこういう操作ができるんですが、横からの風ですと非常にこの操作は難しくなります。そういう時にはですね、逆に、若干糸吹けを出すような感じでですね、こういう構えで、やると割と、ただしカメラさん即映してください。そういう具合にですね、ポイントの前にさらしがありますと、このさらしにラインを取られてしまいますので、そういう場合にはまたこの穂先を下げるという、ラインコントロールはまた非常に困難になるんですね。ですからそういう時にはもう逆に、浮きを沈み加減で、狙うとか、まあいろんな方法があるんですけども、とりあえずは今のところこういう感じでですね。説明の途中でまたまた浮きが入りました。あー、来た。
強烈な突っ込みです。型はどうでしょうか。800ないか、700、600から700ぐらいの口太でしょうかね。説明をしていただきながらこのように釣れました。すごくわかりました。ですからまあこれがその全誘導の威力というかですね、はい、まあ一つ壺にはまれば、釣れない時にでもブレが釣れない時にでも他の魚が来たりとかですね、ただしですね、あの全誘導といってもですね、年がら年中全誘導でもやはりダメなわけで、状況によっては半誘導に変えるとかですね、その辺の臨機応変なところもやっぱ必要じゃないかなと思うんですけども、はい。今マキエを投入しましたので、マキエの向こうに仕掛けを投げますね。でこのマキエは今の仕掛けのためのマキエで、でここで深瀬カラマンボウの沈み具合をですねよく確認するわけですね。カラマンボウがどのくらいのスピードで落ちていくか、でタラが浅い時にはですね、このカラマンボウの動きだけで当たりを取る場合もありますので、よく注意しとってですね、今カラマンボウがゆっくり20センチぐらい下かな、今ずっと入ってますよね、浮きの下に斜め前方に向かってですね、今30センチ40センチまだ見えますよね、50センチぐらいでしょうか、今まだかすかに見えてます。もうこれから先は今度は上の全誘導斜め浮きで当たりを取るわけですね。もう完全に今見えなくなりましたですね。だからこの間で深瀬間カラマンボウの動き、今見えなくなるまでの間でですね、潮がどっち方向に流れてるか、あるいは沈むスピード、そういったものを覚え込むわけですね。今のちょっと浮きが入りましたのはあれ当たりです。おそらく餌取りかなんかでしょうね。ですから当たりもですね、揉まれ状に揉まれて、仕掛け全体が揉まれ込んで沈む時の、浮きが沈む時とですね、なんか魚が、加えた時の沈み方ではやっぱ若干違いますので、もうおそらく餌はないです。あ、ちょっとあったですね。ここでですね、餌をちょっとですねゆっくり見てみましょうか。これ見えますかね、カメラさん。こういう感じでグレアがもう食い気が立ってない時にはかじるだけでやめますよね。もう一回今のところ狙ってみたいと思います。さっきのあたりは餌取りではなく黒だったようです。まずマキエをですね打ち込んどきます。もう少し潮が動いてくれればですね、いい潮が食い気も立って型のいい黒も出るんでしょうけどね。おそらく今の餌のかじり方はおそらくですよ、プロと思います。先ほど打った巻き絵の向こうに仕掛けを放り込んで手前に引いて浮きの周囲に、今ですね仕掛けには全くガンダマも打ってません。ですからこの落とし込む、力はですね、刺し絵の重さと針の重さ、それとまあ、ハリスの重さですから、まあ仕掛け全体でゆっくり沈むような感じに今してます。まだ深瀬カラマンボウは浮きについてますね。
今ようやく離れ始めて20センチまだ見えますよね。20センチぐらい今沈みましたですね。でこのガン玉一切打たない時にはですね、糸を張ってたらもう全く仕掛けは入りませんので、ある程度、糸を送り込みながらですね、うまい具合にラインコントロールして やらなければ仕掛けは入り込まないですね。今ようやく見えなくなったですね。この辺からが一番当たりの出るチャンスですけどね。で次の準備のための負けをまた打ち込んでおきますね。これでそうですね、どのくらい仕掛けが入っとるでしょうかね。ああ今あたりですね。はい、来ました、そこそこの型みたいですよ。今度は一本と一ひろぐらいだったでしょうか。まあ昼間にしてはそこそこじゃないでしょうかね。結構馬力がある。ああ肩は小さいけどお腹の子ですね。道理で最初の馬力があったはずです。申し訳ない、小さかった。はい、また来ましたね。小さかったですけどね、お腹の子で馬力がありました。はい、であの仕掛けがこう入っていく様子がよく分かったんですが、だいたい飲み込みました。はい、はい、よく分かりました。でですね、一つ質問なんですが、はい、あの最初にカラマンボウが入っていく、まだ見えるうちはカラマンボウで当たりを取るという話でしたが、はいはいはい、それは、はい、どういうふうな状況になった時が、まあ、今から先ですね、はい、あの夏に向かって水温が上がってきますですよね。そうしますとどうしても、黒の活性も上がりまして、はい、まあ、場所によっては上から見える時もあります、はい、まあ、ここもたまにあの牙では小さい、まあ、このクラスでしょうかね、あの見えるんですよ。ですからそういった時にはもう今だいたいこれが2ヒロハリスを取ってますけども、落ちる途中で食いついてくることがありますので、そういった場合に上のですね全誘導斜め向きばっかり見てても当たりが出ないことがあるんですよ。ですからそういう時にはできるだけその目で見える範囲内はやはりカラマンボウも見とって、で当たった時にはカラマンボウが斜めにですね、特にあの棚が浅い浅い棚で食ってくるときにはですね、斜めにスッと走りますので、もうそれでパシッと合わせるんじゃなく、はい、ある程度で合わせてやればもう向こう合わせみたいな感じで張りがかりしますので、はい、でも見えなくなってきたらいよいよもう全誘導斜め浮きで見るか、ね、あるいは穂先で当たりを取るかですね。はい、これは逆光で浮きが見えにくかったため、穂先で当たりを取ったシーンです。食い込みの良さこそ全誘導のメリット。したがって黒の活性が高いときは、ダイレクトに穂先に当たりが出ることもしばしばです。またまたいい方の黒が釣れましたよ。
40センチオーバーの黒が1匹欲しいと、橋本さんは必殺全誘導調法を駆使して次から次へと黒を仕留めていきました。そしてついに立派な口太が釣れました。はい、全誘導調法やり、いや、いい方の黒がバンバン釣れました。さすが全誘導調法はすごいの一言です。橋本さん、はい、今日は橋本流全誘導調法の真髄をじっくりと見せていただきました。ありがとうございます。お疲れ様でした。最後にこれから全誘導をやってみようという人にアドバイスをお願いします。はい、そうですね、まあとにかく数多く、はい、磯に出て実際自分の体で覚え込む、はい、まあ、それが一番なんですが、最初からですねその軽い仕掛けを落とし込むのはちょっと無理があるかもしれませんので、まあそういった場合にはもうガン玉の小さいとかにこだわらずですね、重めのガン玉を使って落とし込むとか、あるいは今日お見せしたようなグレーハリス浮きを使ってどのくらいのスピードで仕掛けが落ち込んでいってるかなというのを自分の体で覚え込むことが先決でしょうね。はい、やっぱりやってみることが一番ですね。そうですね。でですね、まあこれから水温の高くなる時期はそう出番はないかもしれませんけども、まあ寒暮れのシーズンにはですね、この全誘導調法がきっとですね、はい、役に立つと思うんですよ。はい、ですから皆さんもですね、全誘導調法を駆使して釣れない時の価値ある1秒をものにしてください。